本家の半枚王先生です。日本国歌で歌われている君が代は岩尾となり手という岩尾が私の名前で歌われているわけですね。ただ日本国歌は味方として歌ってるわけじゃなくて、本物の貴族なんで注意しろということなんですね。で、味方じゃないというふうなことで歌ってるわけですね。でですね、さっきもあれなんだけども、総理がまたまだやってないのかって言ってきたんですけれども、代表としてはね、世界国ですね、で代表で言ってるんですけれども、それ知ってるかということですね。私のその本物のね、王様も殺せないのかということを言ってきております。本物の貴族を殺せないのかというようなことで、まだやってないのかと言ってきましたけれども、人間全体のね代表として彼、まあ、人間って知能低いんで、単独で話したり聞いたりすることはできないんですよ。だから代表としてね正確に言ってるんですけども、日本の総理大臣ね、2018年のね安倍さんね。でね、いつもやってきます、地球人はね、人間たちはね。でね、例えばクリントンさんとテレパシーで話すと、ああいう感じだけども、威嚇でね、宇宙の方に出てるんですね。人間代表としては同じなんですね。だけども、話にならないでしょ、喧嘩になっちゃって。だから出させて、宇宙の上の生物の中で正しく話させようということで話すわけですね。で、今安倍総理大臣の方に私の方がね、人間たち悪いんで、それから出させて宇宙の方にね、正しく動く、ね、上の生物の中に入れて正しく話させようという場合はね、多少はいいんですけどね。今ね、安倍総理だけね、辞を出させるために私が外したんですよね。体の、宇宙体というか、生物体のね、区分けとして人間、地球団体だけで話させようということでね、危ないんでね。いや、意思的には人間ってそうなんですね。ただね、私は王様というのはね、大昔辞めちゃったんだよね。独立しちゃって、ターミネーターとか、コンピューターロボット化で、ね、生産したり、医療もね、石棺という生き返られる装置を発明してね、大昔に、ね、壊されちゃったけど、に変わっちゃったんで、生物はね、雇わないんですよね。だから、ただ、そういう、天皇とか、イギリスエリザベス女王とか、昔、イギリス女王は古いからね、私のことよく知ってるんで、昔の人がよく知ってるんで、あんまり攻撃はしないんだけども、ちっちゃいね、王様は喧嘩してくるんですよ。天皇とかね。ちっちゃい王様はね。で、人間たちが作ったものですからね。イギリスエリザベス女王も貴族じゃないんだけど、もっと古いでしょ。ただ私の方が付き合いが多いから、エリザベス女王の方がね、天皇よりか全然半負けの名前から分かるでしょ。名前がつながってますから。その前は本負けですね。その前もありますよね。で本負けができる時もね、やっぱり全部本気ですね、私ね。で、さっと分かってね、 みんなの人間と人と全く違うんで分かると思うんですけど、女王とかミツバチとか体違うし、脳も違うわけですね。私の場合は違うわけですね。人間たちは誰でも同じなんだね。だから、安倍総理大臣が頭がいいって言ったって、人間100人に1人できる存在なのね。で、2倍ぐらいしかないの、普通の人というか知能はね、どんな優秀な人も100人に1人ぐらいですね、のに、そのできるんですね。2倍ぐらいの知能が。100人に1人、ね、それだけなんですね。だけど、それは大きいことですけども、人間たちにとってはね。で、代表として、
頭はね単独人間話したり聞いたりできないから、仲間の脳、人間たちって虫みたいなもんで、道具を使う肉食生物なんですね。だから盗みが専門なんですよ。だから悪いことしたとか汚いとか話したって関係ないね、これ言っとけば。今日肉食生物が、だから法律も力なければ守んないし、あんなの聞かないし、全部守んないですよ。今だってそうですよ。私の親父は人間だけども殺害して毒殺しても全然警察捕まえないでしょ。全部そうなってるんですよ。だから今日肉食生物だから、私が分かりやすくはしたんだけどね、私は手をつけないでほったらかしたらどうなるかということですよね。ね、一応言っといて、で余分なことしてられないからね、妨害してくるのに捕まえたってしょうがないですよ。力とお金かかるから、100億円ぐらいかかるんでね、0円で税金払ってるから、その税金でやってもらえない限り、ね、一応申請はしてるんだからね。でね、それが福島原発は僕はこっちからつけ火なんですね。これ一番大きいんだよね。これで何万人死んだか知んないけども、私の攻撃なんですね、核ので。マレーシア航空機の撃墜も攻撃でやってきたんです。ちゃんと前もって3ヶ月前か1ヶ月前に通報してるんですよ、茨城県鉾田市にね。だから福島原発もね、ちゃんと3ヶ月前に、東海村の臨海ね、これは3ヶ月前に通報してるんですよ。で福島原発の通報は言ったら逮捕するぞなんて言ってきたんで、一応は頑張ったんだけどね、一応は言ったんですね、警察にはもう聞かないということにしてね、できたんだけども、頑張ったということでね、言うと殺す、逮捕するぞなんて言うからね、たびたびちゃんと教えてきたからね、まあそんなことがあったんで、一応頑張って言うようなことは